うわやりよったな。うわすげえ。もう何自分の家やんそれ。寒い。壁はいるわ。屋根はあるけどな。壁はいるわ。めちゃんこ寒いわ。お待たせ。おちょっと遅いな今日。ごめんごめん。オッケーオッケーオッケー。ということで今日はね、はい、寒いから、はい、ラーメン。そうやろ。ということでやっぱり今日はね、やっぱ久々にこの彩華ラーメンね、八幡店。いいですなここの、はい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 、でかいやついくよ今日も。あれこれ前トップ5しようとか言ってなかったか。中に行って考えます。行こう。ためだったな今。はい、ということで、はい、トップ5はちょっと、うん、何がトップ5なんか全く分からへんから。まあまあそうやね。トップ5に近いことしようと思う。うんうん、ね、今日は見て前全トッピングするって言って、はいはいはい、はい、卵はこれにして、そうね、2個重なってたからな、うん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 、でここの辺行ってこのチャーシューも、はい、バラやももにしたんやったかな、バラかな、バラにしてんやんか、うんうん、もう今日はもう全部います。オールトッピング本物の水からやるじゃねえか今日。腹減ってんね。彩華ラーメンの特大に、このトッピング全部お願いします。全然これさ、トッピングとこう書いていくやんか、うん、全く書いてなかったから全部って書いてるな。早かと店員さん、後ろで掃除してたから何のため驚きもなかったよ。嘘やん、聞こえてたやんと思った。あ、わかりました。うわやりよったな。うわすげえ。すっげえ。そうかそうか、前もこんなんやったか。こんなんやったけど、このチャーシューが多いな、やっぱ。そうだね、うん、ちょっと待って、これすごいね。見て。あー、重たいな。なあ、で、これ、こんなんめっちゃちっちゃく見えるけど、これが普通やからな。これが普通やからな。杯やん。これやばいよ、相撲取りやん、これもう。優勝杯やん。やばい。じゃあ、いただきます。はい、まず何からいきますか。スープからいきますか。そうやね、ね、どこをすくっても多分味違うと思うで。あー、この濃さ、うん、この濃さがちょうどいい。うわすげえなこれ。ごっついなこれ。ごっついなこれ。ちょっと麺とりあえずいくわ。はい、麺出てこい。出どころが分かれへんから、カメラで終われへんねんけど。これやな、うん、この濃い口の醤油。きた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 。ほんまに、おお、ごめん、引っ張り出されへんね。このいやうまそう。うまい。メンマのこれ一瓶入ってるからね。彩華ラーメンって、はい、ほんま醤油濃いやん。そうね、ちょっとピリピリするやん、うんうん、この豆板醤かな入っててけど、ニンニクも効いてるやんか。これがけどさ、野菜とすごいマッチすんねんな。これ味薄かったら野菜と合えへん、うん、そうね、薄まるから。すごいぞこれ。確認やん、もう死ぬほど食べ応えある。そりゃそうやろ、大量の野菜。うわ、ね、これあれやな、8年分ぐらいあるな。あるな。うわ、麺の泉。じゃあこの辺ちょっと味変えていこうか。生卵割る。ちょっとマイルドになりそうやな。なあ、ちょっとこの焦げ感がいいからちょっと、うん、うまっ。九島名物ニンニクドボン、サンドボン。当たり前じゃないか。すごい匂いになってる。すごい匂いになってる。いやーうまいやろうけど、ちょっと辛さ増しなんちゃいますの。おろしニンニク、ほら缶詰で入ってる缶詰で、はいはい、瓶で売ってるおろしニンニクの味やんか、はいはいはい、これがまた合うね。あー、うん、ここは刻みじゃあかんの。ちょっとあかん。あジャスモンニンニク味、これがめっちゃ合うね。なるほどな、うん、だいぶ麺出てきた。あ、麺も多い。でも明らかにちょっと
あれやな、さっきよりスープが吸い出してるな、麺が、うん、ちょっと減ってきた。でもこんだけでかかったらこれいいよね。一角食い、一角だけ味変えて。そうやね、ほんまに味がさね、うん、失敗しても混べれば帳消しになる。ニンニクめっちゃガンいくくせにめっちゃ辛いの慎重やねんな3枚ぐらいいけやめっちゃ慎重やねんな、辛いの。あ、うん、うまい。ラーメンが美味しい季節になってきたな。すごいなこれ、うん、ほんまに僕それ見ながら食ってやべえ腹ペタでいいだほんまに。お前ようこんなって食べたん。でも今日3種類ぐらいトッピング多いから。そうやな、うん、この器すごい、すごい、この破壊力すごい。これ買ってよ家でやったらよろしいやん。重要なんやろこれ多分これで毎日飯食ってたら僕多分死ぬ天に召されるわそれで牛丼とか。いやいや無理やろ。うな重で無理。まずうな重にしたじゃん、こう並べたじゃん。うなぎ代だけ1万ぐらいする。大変の。いや無理やろ食べきる前に下のご飯熱すぎて煮てまうんじゃん。かまったらええやん、そこは。まだ行くの。あこれ殺されるな。空気平和牛これちゃうで、それ。え、うまやな。締め出しやん。書いたらチェーンかかってるかもしれない匂いやばなかった、また。いや、もう分からへんしょっぱなからやばかった。いくじっくそりゃ効くで。うわぁ、そこ絶対うまいぞ。どんな味なの、未体験やねんけど。マイルドにはならん。マイルドにはなるけど、うん、僕は、うん、ありなし言うとなし。だから今すぐここ飲みますそっか、すくってしまえばあれやもんな、うん、ないかったことにできるもんな。これがさ、すごいんだって。歯応えがな。いやもう歯応えもさ、グラムスーパーでさ、うん、あんなけ入っとったら330円以上するよ。するね500円ぐらいするやつやな、うん、これからチャーシュー、うん、10枚は作れるな。薄く切ればね10枚重ね食い。うまい。いやこれあれやな、うん、ご飯どぼん。ご飯無理多分波やったらご飯いけるけど、うん、無理。今でもだいぶちょっと全部入れるんじゃなかったって後悔してるやるじゃねえか親父。野菜が減らんきついやん。これちょっとスープまで飲み言いたいけど、ちょっと確実に飲んだら塩分かたって死ぬな、これ死ぬ死ぬ、ね、真夏とか脱水症状寸前の人間って、うん、波を食べる分にはすごいいいと思う。ああもうちょっと。押さえるわ掘り起こしみ隠れていた。時間が経つごとにな、はい、この白菜に味が染みていくんや。このあっさりの野菜が、うん、ここまですごくなるか。スーパーチャンキーになるからね、うん、やばい。あ食べた。美味しかった、うん、美味しかった。ただ一つ言えることは、なんだ今日一番失敗したのは、うんうん、生卵と温泉卵。あめっちゃしょっぱい、すごい。それでもしょっぱさの元はあれちゃうかな、チャーシューとかもあるんちゃいますか。いや最初すごい全然いけたけど、ニンニクやってる。うわどうしたの。ごっつニンニク、ごっつニンニク、ニンニクの味しかねえ。もしかして塩分じゃなくてニンニクって辛いんか。絶対そうやって絶対そうやって全部ニンニクに持っていかれてるよこれ。いやうまい。いやそれうまいやろ、うん、ニンニクにちょっと醤油の出汁効かしましたみたいなね。結構うわこれフルーツオーレ買って帰ろう
あー、フルフォーでな。いや、ごちそうさまです。はい、今日はスープ飲みません。うん、これ全部飲んだら死ぬから。死ぬね。前も飲んでないよ多分。そう、ニンニクとグルテンでダブルパンチやと思うよ。僕の腸そんな弱いと思ってるの？めちゃめちゃ弱いと思う。激弱やと思ってる。めちゃめちゃ弱いと思ってる。ほんま強いとでも思ってない。なんでそんな文春みたいなこと言うねん。強いっていうキャラやねん。何を思って強いか分かれへんもん。もうバラされたから帰るわ。もうもう疲れな。覚えとけよ。まあ、あなたが落としたのはこちらのキャロナイナリーパー、それともこっちのブートジョロキュー、どちらですか？答えられへんわ、どうしよう。キャロナイナリーパー行こうか。行こうか。ああ編んで今持ってくんなよ。嘘やろ絶対。ビビらすな。覚えとけよ。ああ、お疲れ。ごちそうさまでした。